さあ約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代史は素晴らしい。誇りたまえ。イファルナは細胞まで美しかったよ。その表情懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃあまた後で。